今年のテーマは笠寺観音の節分。笠寺観音特有の豆まき方法、福は内山椒を組み入れ、幸運が舞い込むようにと思いを込めて演舞します。皆さんもぜひご唱和お願いします。それでは踊っていただきましょう。どうぞ。はい、会場の皆様こんにちは。こんにちは。愛知県名古屋市南区笠寺よりやってまいりました、笠寺一里と申します。少ない人数ではございますが、このお客さんとの近い距離、踊り子一人一人を見ていただいて、ぜひ笠寺一里を感じていただければと思います。精一杯演舞させていただきます。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。笠寺一里の皆さんでした。どうもありがとうございます。